こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。岸和田 G1 高松宮記念杯も、いよいよ最終日、えー、決勝戦が行われます、えー。今回は決勝戦と、その一つ前、11レースの予想をしたいと思います。概要です。えー、まず11レースですね。特別優秀戦は、ニッター、 小間切れ戦となりますが、その、えー、スピードが上がる中を、日田が一気に、えー、そのスピードに乗って、あの、一着を取るだろうということで、えー、日田を面にしました。12エースの決勝戦。えー、こちらはですね、えー、関東の番手がセリーになるので、脇本が、 近期の前を回る脇本が今度こそあの特別初優勝のチャンスだと思います。ただあのハーがかました場合、えっ、ー、とイの切り合いをして脇本は下がったところハードかますと山田の番手、山田が穴を開けるという展開を予想しております。 はい、えー、詳しく見ていきましょう。まずは、あの、11レース特別優秀戦です。ご覧の9選手。SQS 派は新田のみなんですが、えー、村上とかですね、山中、北鶴、翼、吉田など、えー、小間切れの展開になりそうです。 はい、ご覧の通り、もう、基本的に5つに分かれて、北た2のみが単形、残りが2人の小間切れ戦ですね、えー。バック回数は山中が1番ですが、一方で、そのバックは取るものの、ホーム回数は1回のみと、完全にあの、かまし、早めのまくり主体の選手だと思います。吉田拓也は、えー、バック、ホームとも6回ずつ。 これは一周ぐらいが先行できる選手だということですね。で、実は北通をバック5回、ホームが6回です。えっ、ー、と、積極的に前に出てるというのがわかりますね。まあ、ホームのみ取ったり、バックのみ取ったりというケースはあるかもしれませんが、どちらにしても、え北通といった後方まくり、届くかどうか、 というイメージなんですが、意外と前々に最近攻めてるなという数字だと思いました。そして河村もバック4回、ホーム5回。さすがにちょっとあの先行という意味では、いや、見劣るかもしれませんが、こちらも前々に踏んで。 積極的なレースをしてるなという印象はあります。他にまあ、山崎が2回、村上が1回バックを取ってますね。一方、スタート回数は北鶴が完全に前です。まあ、今回短期なので、6番車ということもあって、守備よく前を取るかと言ったら、わからないんですが、牽、ま、制、あ、すると北鶴は前を取ってしまう可能性がありますね。 まあ他にもですね、吉、内枠の吉田、山中が取ったり、まあ村上が取りに行ったりというケース。まあもしくは、新田が取るかもしれないですね、こちらは。このあたりがあると思います。まあ新田でもそんなに前受けのみというわけではないですね。で、このレースなんですが、うーん、まず、 結果的に展開はインの切り合いになると思います。でもインの切り合いになる中で、だんだんスピードが上がってきて、かます、かます。で、その中でスピードが速くなる。で、まくりを次々と打ってくる。そのまくりが、最終的にまくり合戦となって、その上を新田が乗り越えてしまうあ。展開はちょっと誰がまくってというのは、 どの位置に行ってまくってというのは読めないんですが、最後はスピードを競い合いになって、その中へスピードが一枚上なニッタができてしまうんじゃないかなと思います。でそうなったってスピードを展開となると、結局前を回る自力型が残ったりするんですよね。 ただですね、唯一例外が、まあ、京都両者でして、ちょっと河村はですね、絶対的なスピードでは、いやいや、身をとってるんじゃないかなと。調子はいいですけど、なんとなく、まあ、後ろに村上義弘、兄がついているということもあって、えー、河村ではなく村上義弘を挙げてみました。 ひたつらあたりも結構気になる存在ではありますね。さあ、いよいよ12レース決勝戦の予想です。ご覧の9人。SKS 班は武田闘輝と三谷隆輝。で、えっ、ー、と、ちょっとびっくりしたんですよね、これが。えっ、ー、と、関東なんですよね。 まあ、関東で、えー、っと、吉沢の後ろ、まあ、武田が回るのは、まあ、茨城両者、茨城、茨城だかわかる。まあ、あと、これ、あの、武田の弟子が吉沢ですからね。あそういう意味で、吉沢、武田と並ぶのはわかっている。で、木繰りはその後ろか、まあ、せめて短期かなと。 思ったら、なんと、満点せるって言ってたんです。せるという話なんです。で、えっ、ー、とー、3日目のレースが終わった後、夕方ぐらいに、あの中野光一さんが、あの、決勝進出9人にインタビューした VTR が YouTube で流れてて、その時、あの、武田豊樹も、あの、オリンピック 冬季オリンピックで一緒だったあの清水博康元選手が来るということで、そういう話題と、あと、吉沢との話題だったんですが、話題で全然なんか不穏な空気もなかった。着ぐれもなんか3番手で走るようなあのコメントで、あとはまあ、 まあ33歳にもなるからシビアに、まあい、シビアと言いますか、まあ、3番手でも、あの、直線で、あの、かわせる。というような、走りに見えたんですが、蓋を開けてみると、木暮れがなんと吉、吉沢の番手を武田とせるというんじゃないでしょうか。 ちょっとこれは、関東勢目がなくなったと思いましたね。なぜなら、まあ、吉沢も逃げにくい。逃げてたところで番手が離れてしまうと他に使われてしまうし、普通に前を出ても、後ろが並走になってると、その後,後方から仕掛けの確認がしにくいということで、 吉田すごく走りにくい。これ本当にも、木暮れにとってもこれ、競りはマイナスなんですよ。ざわざここで競らなくてもっていう感じですよね。もし、吉田競り、えー、がなくって3人で並んで、まあ、並べば吉田も積極的に行って、後ろへなって言っても師匠ですからね。え、武田がもう、 後方から絶対脇元とか、ハーダ仕掛けてきますから、バンテまくりまで行かなきゃいけない、もしくは横に張るという流れがある。そうなると木暮れがチャンスなんですよね。直線武田をかわすか、空いたコースをついてシビアに抜け出すか。なので、 すんなり3番って回ってた方がキグレイって優勝の可能性あったのに、そのチャンスをミスミス潰しちゃったなっていうのは感じてしまうんですね。そうなると、ますます、あの、近畿勢にチャンスが出てきます。 ということは、まあ、脇本選定取れる可能性が高まったんじゃないかなと思います。まあ、姿とか短期の選手もいますし、原田の動向、まあ、山田が今回、あの、マークすることになったので、そちらの動向も気がかりではあるんですが、 結局は、まあ、脇本が主導権を最終的には取ってしまう。で、えっ、ー、と、三谷が番手につけるですから、まあ、刺せるかどうか。早めの仕掛けだったら刺してしまうと思うんです。まあ、脇本は調子がいい。三谷は、調子は悪くないけど、まあ、それほどのピーク、ピークの調子にはないと私は見ております。 村上博之はいい、いいと思います。なので、えー、っと、脇本はできったら最初4コーナー回って、まあ、三谷が刺すか刺さないんですが、かですが、私は刺せないと思ってます。初一脇本のまくり刺せなかったですからね、三谷は、まあ。早めの仕掛けになったら別ですが、 ここは脇本が、あの、ダービーと違って仕掛けを調整して、最終的に先手を取って押し切るのではないかと思います。で、えー、っと、一応これ穴山田って書いてますが、まあ、原田なんですよね。原田がかました場合の山田なんです。もうそんなこと、 あの、原田がするのかなっていう疑念はあるんですよね。後ろついてもそこまで積極的にいくかなというのはあります。まあ、原田はただ単純にあの、かましっていうのは取らないですね。脇元が前にいる中でそれを叩いていくってことはしないと思います。 まあ展開待って、他の選手、特に吉沢あたりに来てもらってという流れなんじゃないかなと。まあ自分も優勝したいですからね。優勝するための自力だと思うんで。まあただ一つ例外があるとすれば、姿や吉沢が脇元を切って、脇元が、こう、えっと、下がっていったとき、 この場合、下がる、下がった場合、ペースを落とした場合、再度ペースを上げるのは、あの、力を入れることですから、そういう時に、ドカーンとは、原田はかまして、一気に出きって、脇本との車間が、脇本は後方に追い払えて、かなり縦長になってしまう。それしか、あの、原田が、 ハーダーができるっていう活路はないと思うんですね。そうでないともう完全に足を溜めて一発狙いで、まあまくれるわけもないという感じになってしまうんですよね。なんで、まあ姿やら吉沢が切ってくれる、インギリを して、脇元が引いてくれるという助けがあって、初めて山田が浮上してくるという、かなり目の薄い考えだと思います。まあ、あの、いろいろあげましたが、えっと、13に、13が今6倍ぐらいだったんで、131本でもいいんじゃないかなと思うんですね。やっぱり、後ろ村上博之がいて、多分ガードマンに手するでしょう。そうなると、あの 貼ってでも止められる危険性はあります。えー、村上博之、それは脇本が一番わかってるはずなんです。ないなら、あの、白虎章で、村上博之、脇本貼りましたからね。えっ、ー、とそ、その時は、あの、京都勢は稲垣が先人だったんですが、 まあ、村上博之は仕事をする男なんで、きっちり、あの、張ってくると思います。よって、13を多めに、まあ、17とか18あたりは、 まあ、薄めになってしまうと思いますね。16とかも考えたんですが、まあ、かなり、あの、それは3の後ろとか、3番自体に、えー、っと、もう決め打ちしないといけないんじゃないかなと。えー、思います。まあ、逆に山田が来るときは、えー、っと、姿は山田の後ろに決め打ちをしたときに46が浮上してくるという。 目ですね。どちらにしても、あの、脇元を本命にして、えっ、ー、とい、ほぼ一三一本で行ってみたいと、明日は思います。明日、あの、現地の岸和田に行く予定ですので、はい、えっ、ー、と、取って帰りたいと思います。はい、えー、ご視聴いただきありがとうございました。 ゲーム動画で以降ではチャンネル登録者数、えー、1000人に、えー、1000人を目指しております。えー、タイトル欄の右にチャンネル登録ボタンありますので、えー、まだ登録されていらっしゃらない方は、えー、登録していただければ嬉しく思います。えー、また、高評価、コメント、この動画の SNS やお客も歓迎しております。 え、ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、この画面、残り20秒で、関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間がありましたら、そちらを見ていただければ嬉しく思います。さて、いよいよ、あの、特別競輪、高松宮記念杯も、あと、 あの最終日を残すのみとなります。決勝戦、果たしてどんなドラマが展開されるのでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。